In 2021, a strange human-like figure was witnessed in India by some people on a passing bike. The upper left is a video shot on that night. Meanwhile, another strange people were witnessed by a man at Silbury Hill in UK in 2009. The lower right is the image picture drawn based on the man's testimony. They were very thin people, both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases. But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that there are strange similarities. Please compare carefully the heads and clothing. You can see that both heads are slightly grayer than the clothes. The clothes are white, but you can see that the head part of these people is grayer than that. Of course, there is no point of contact between these two cases. So, is this just a coincidence? But I don't think so. Often, the passing time solves a mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way. The Silbury Hill tall white incident occurred in 2009, and it was 2021 that a strange human-like figure was photographed in India. I, Hiroshi Hayashi, have determined that these two people who appeared in these two cases are the same people. In other words, both of these cases are real and true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、2009年、UK のシルベリーヒルでこれまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて書かれたイメージ画ということになります。共に白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中ではこれら2つの事件を対比させながら、これらの2つの事件に現れた人物たちの検証をしますが、その前にこれら2つの事件に現れた人物を比較してみると奇妙な類似点があるのが分かります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。頭の部分が共に衣服よりもやや灰色がかっているのが分かります。衣服の方は白ですが、共に頭の部分はそれよりも灰色であることが分かります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となるとこれはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が、私はそうは思いません。時として、つまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。わかりやすく言えば、互いに12年という年月を経て2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベリーヒルでトールホワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年
つまり12年後、私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまりこれらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。広し林、浜松シティ、ジャパン。で、検証してみるとですね、左のこの白い人物はですね、左足をやや引きずっているような感じで歩いているようですよね。つまり何か怪我をしたか、歩きにくいのか、地面が合わないのか、それは分かりませんけれども、右足はスイスイと前に出ていくわけですけれども、左足の方がですね、何かしらこう怪我をしているような感じがしないでもありません。で、気になるのはですね、足が地面についたときにですね、その力がですね、膝、腰の方に、移動してですね、微妙にこう変化する動きがですね、変化するわけですけども、それもきちんと左の人物にはあるようですね。CG でここまで表現できるかですけども、足を大地につけた瞬間にですね、膝の方にこう力がかかっている感じもしないでもありません。ですから CG であるとしてもですね、大変こう、なんて言いますか、計算され尽くしてできているような感じがします。さらに詳しく見るとですね、この白い人物の左腕はですね、歩くと同時に前後に揺れてますね。ところが右腕の方はですね、だらーんとして動いていないのがわかります。怪我をしていると考えるならばですね、この人物は左足と右腕の方をですね、怪我をしたあれしているように見えます。で、その右腕の方の手首から下がですね、動きもなくだらんと下に垂れ下がっているということです。この CG かどうかわかりませんけれどもね、これが CG によるものであるとするならばですね、この CG の制作者はそんなところまで計算に入れて作ったということになりますが、果たしてどうなのでしょうか。多分ですよ、インチキ写真を作る人の心理としてはですね、もう少しなってますかね、自然に両腕、両足が動くような、人物をですね、表現したのではないかと思うわけです。ところがですね、左の、その白い人物はですね、右の、その普通の人のって言いますかね、普通の歩き方をしている人の動き方と見るとですね、何かしらこうぎこちないところもあるわけですよね。これをどう判断したらいいかということなんですけども、それにしても CG であるとしてもですね、それにしてもよくできた CG ということになるのではないでしょうか。今は一応クエスチョンマークをつけておくことにします。あまりにもあまりにもという動画ということになります。
next to a mysterious alien spotted in Jargahan's Hazirabagh, India, Curry Tales, who uploaded this video clip on June the 3rd, 2021, writes as follows. The official source who captured the 30-second video chose to stay anonymous, but the source revealed to Republic Media Network that she and her colleagues have been traveling down that route for years in the morning, night, and sometimes even at 1 or 2 a.m. インドのハリザバーグ・ジャルカハンドで撮影されたエイリアンと思われる人物について、この動画を2021年6月3日にアップロードしたカーリ・テイルズ氏は次のように書いています。この動画は匿名で30秒間撮影されたと公式には発表されています。レパブリックメディアネットワークに公開された情報元によれば、彼女と彼女の仲間はその街道を何年も行き来しているそうです。撮影されたのは午前1時から2時ごろのことだったと言います。広志林、浜松シティ、ジャパン。5分の1スローにして検証してみます。この人物ということになります。どこか歩き方がぎこちない感じがしないでもありません。それに身長は120、30センチといったところではないでしょうか。で、CG の合成ではないということが証明されない限り先へ進むことはできませんが、 CG の合成ではないような気がします。で、このエイリアンらしき人物を見てですね、私が真っ先に思い出したのが UK のシルベリーヒルで起きたトール・オワイト事件です。その様子といいますか、証言者の描写とですね、この動画に撮影された白い小さな人影の様子がですね、大変よく似ているといいますか、一致したということになります。で、続く動画の中ではですね、シルベリーヒルに現れたエイリアンについての動画を皆さんに紹介します。果たして同じタイプ、同じ種類のエイリアンなのかどうか、それは今の段階では断言できませんが、しかし異様に手が長く、足が細く、そしてどこかぎこちない歩き方をしているということです。
One of my YouTube subscribers wrote to me as follows. Hiroshi Hayashi, but I agree with you that Stonehenge is a totally fake site and lost any real significance as nobody understands why or what it was for. Geology alone disproves its ability to be of any relevance. But a site nearby called Cilibeli Hill has real significance. Have a look at the photos of it in Wikipedia. It's all really interesting. UK 在住の視聴者の方よりこんなコメントが届いています。ヒロシ、ストーンヘンジはあなたが指摘するように完全にインチキ遺跡です。今やそれがなぜ何のためのものであったかの意義をすべて失ってしまいました。ただその位置だけが参考になるだけですが、その近くにあるシルベリーヒルには本当の意義があります。ウィキペディアでどうか写真を見てください。2017年10月8日、広志林、浜松市、ジャパン。皆さんをシルベリーヒルに案内する前に林広志のライン理論を簡単に説明しておきます。右上がギザ高原のナンバー2ピラミッド、左下がイースター島です。その間を線でつなぎます。その線は狂いなく伸直線下にナスカを通ります。そしてこの赤いラインが赤道ということになります。そしてその交点を私はウエストポールと呼んでいます。基準点中の基準点です。そして白い線は北極と南極をつないだ線です。その交点の座標はここに示しておきます。で、角度ですけども、その間の角度は正確に 60.00120.00 となっています。で、右上の60度をですね、2つに分けて 30.00 30.00 30.00 30.00 とします。この 30.00 で右上に引いた線はエイブベリー、あるいはその近くのストーンヘンジ、そしてシルベリーヒルを通過します。この矢印の先に UK があります。 UK です。で、その間のエラーはですね、11キロ前後です。この黄色いラインがウエストポールから引いてきたラインです。で、ここにエイブベリーがあります。そして右下にシルベリーヒルがあります。距離は 1.45km です。エイブベリーからシルベリーヒルまでの距離が 1.45km です。まあ隣ということになります。では皆さんを UK のシルベリーヒルに案内します。シルベリーヒルです。向こう側にエイブベリーが見えています。林博士はカレンダー説を唱えています。そして手前がシルベリーヒルということになります。距離は 1.45km です。で、このシルベリーヒルは何かということですけども、6段になっていたということから、私林博士はまずカレンダー説を疑ってみるべきだと思います。360÷6 ってことになるわけですね。何らかの形で1段ごとに60のトークンを動かしていけば良いわけです。で、それで360になります。で、上面部が平らになっているのは言うまでもなく、彼らのクラフト、乗り物の着陸場ということになります。発着場ということになります。で、このシルベリーヒルにはいわゆるトンネルが見つかりました。で、現在その調査がなされているわけですけども、もちろん人工的なトンネルです。
でごく最近掘られたという説もありますが、同時に太古の昔からここにあるという説もあります。今現在調査中ということになっています。でこのトンネルがなんと11キロ離れたエフメリーまで続いているのではないかと言われています。話は脱線しますが、そのシルベリーヒルでは奇妙な事件が起きています。2009年7月6日の月曜日のことです。 The Silvery Hill Stargate、 シルベリーヒルスターゲート事件というのがそれです。シルベリーに現れた白い巨人たち、これからは高度な超常現象について私たちはもっと注意を払うだろうという冒頭の文章に続いて、このレポートは事件のあらましを次のように伝えています。称してシルベリーに現れた白いノッポの巨人たち、シルベリーヒルスターゲート事件です。その時連絡を取ってきた人物は、2009年の7月6日の月曜日の朝早く、シベリーを通り過ぎたところで車を運転していた。そこでその人物は3人の姿を見た。人物は名前を公表していない。最初それらの人たちが白い衣服を身につけていたので、何かの科学操作をしている人たちだとその人物は思ったという。そこでその人物は車を止め、その畑に近づいていった。それらの人たちは身長が180センチほどあり、皆ブロンドの髪の毛を持っていた。それらの人たちは穀物を調べているように見えた。そこでその人物が畑の端まで来ると、静電気のものとは似ていないとは言えない音のようなものを聞いたという。パチパチと割れるようなノイズが畑中を走り回っているように見え、作物がその音の近くで優しく動いていた。その人物は腕と首の後ろの毛が持ち上げられるように感じた。その人物は畑の中にいるそれらの人に向かって叫んだが、最初は無視され、その人物の方を見ることもなかった。でその人物が畑の中に入ろうとすると、畑の中にいたそれらの人たちは顔を上げ走り始めた。その人物はこう言った。それらの人たちは今までに見たこともないような速さで走りました。私は決してノロマではないが、それらの人たちはあまりにも速かった。ほんの一秒目を離した隙にまた見ると、彼らは行ってしまったのです。それから私は怖くなりました。ノイズはまだあちこちにありましたが、何か不安になり車の方に体を向けました。その日は一日中どうしようもないガンガンとした頭痛を覚えました。何度かその人物と警察官はその道を運転してみた。そしてその結果、いくつかのことが分かった。その人物が車を止めた道端の場所に行った時のこと、その人物はそれらの人たちがいた場所を指さした。その時一緒にいた警官によれば、その人たちの中の一人はシルベリーヒルの崖っぷちのところに、もう一人はそれよりも 2,3 ヤード離れた電車の線路の中に、そしてもう一人はその丘を半分ほど下ったところにいたという。これがシルベリーヒルスターゲート事件の始まりです。多くの研究者がこの事件について研究
そして報告しています。シルベリーヒルについてはウィキペディア英語版などの方でもですね、例によって例のごとく祭りの祭事場の場所であったとか、さらには墓説もあったのには驚きました。まあ、墓だというわけですよね。まあ、後世の人たちが墓に利用したことはあっただろうと思いますけども、どうなんでしょうか。やっぱりこの辺りにも有力な豪族が住んでいたのでしょうか。大変興味をそそられます。で、今現在シルベリーの研究はかなり進んでいるようですね。で、こうした研究がなされ、まあ要するに人工の山イコールピラミッドであったということになります。何のために、どうしてか。で、私はその謎を解くためには、一つにはライン理論による考察、もう一つはその 1.45 キロ離れたところにあるエイブベリーとの関係を取り上げなければならないと考えています。エイブベリーはナスカ理論によって、つまりカレンダーであったと私は証明しました。エイブベリーロックカレンダー説 by 林博です。エイブベリーロックカレンダー説についてはもう少し後に説明します。その前にこんな興味深い情報も入っています。それを紹介します。Bueno, aquí le quiero presentar estos testimonios que me parecen a mí extraordinarios, ya que son personas de un gran nivel de credibilidad, miembros del rescate alpino de México, aquellos que cerca del cráter del volcán Popocatépetl realizan ascensiones en busca de personas perdidas o de aquellos aventureros que no saben en lo que están incursionando. Bueno, ellos han visto lo que parecen ser personas de 2 a 2 metros y medio, sin protección alguna para las condiciones tan extremas que hay en ese lugar y que deambulan libremente por ahí. ¿Qué le parece a usted esta información? Se la presento con Johanan Díaz. ¿Usted creería que existen seres de... de azufre? ¿Por qué no considerar que quizá este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños, por seres extraños que vengan de otros planetas y estén extrayendo algún tipo de mineral para emplearlo en sus naves o en general para su civilización? Para Tercer Milenio, Johanan Díaz. This video you're watching now was posted on YouTube at least before 2015. The video captures what appears to be an ET spaceship and two white human-like figures. So, this video has been already well known throughout the world and is generally judged to be a fake, but is this video really fake? I, Hiroshi Hayashi, have judged this video to be genuine. I'm about to show you the evidence and why I judge it to be genuine in this video. Sometimes a flow of time can prove the truth. This video is just one of them. I mean,
In the course of time, I, Hiroshi Hayashi, have decided that this video is real and genuine. 今ご覧いただいている動画は少なくとも2015年以前に YouTube に投稿された動画です。日付を見ればそれがわかります。この動画の中には ET の宇宙船らしきものと二人の白い人間らしきものが撮影されています。で、この動画はすでによく知られた動画で、一般には偽物と判断されています。が、本当にこの動画は偽物なのでしょうか？私、林浩司はこの動画は本物と判断しました。その証拠及び理由をこの動画の中で説明します。時として時の流れが真実の証明をしてくれることがあります。この動画もまたしかり。時の流れの中で私、林浩司はこの動画は本物であると判断しました。January the 26th, 2023. In 2021, a strange human-like figure was witnessed in India by some people on a passing bike. The upper left is a video shot on that night.Meanwhile, another strange people were witnessed by a man at Silverbury Hill in UK in 2009. The lower right is the image picture drawn based on the man's testimony. There are very thin people, both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases.But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that there are strange similarities. Please compare carefully the heads and clothings. You can see that both heads are slightly grayer than the clothes. The clothes are white, but you can see that the head part of these people isgrayer than that. Of course, there's no point of contact between these two cases. So, is this just a coincidence? But I don't think so. Often, the passing time solves a mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way.The Silver Hill Tall White incident occurred in 2009, and it was 2021 that a strange human-like figure was photographed in India. I, Hiroshi Hayashi, have determined that these people who appeared in these two cases are the same people. In other words, both of these cases are real.And true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、2009年、UK のシルベリーヒルでこれまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて書かれたイメージ画ということになります。共に白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中ではこれら2つの事件を対比させながら、これらの2つの事件に現れた人物たちの検証をします。が、その前にこれら2つの事件に現れた人物を比較してみると、奇妙な類似点があるのがわかります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。
頭の部分が共に衣服よりもやや灰色がかっているのがわかります。衣服の方は白ですが、共に頭の部分はそれよりも灰色であることがわかります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となるとこれはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が私はそうは思いません。時として、つまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。わかりやすく言えば、互いに12年という年月を経て2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベルンヒルでトールワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年、つまり12年後。私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまりこれらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。広島市浜松シティジャパン。左上の動画がですね、日付から見ると2014年もしくは2015年以前に撮影され YouTube にアップロードされた動画ということになります。右の、動画はですね、小さなトールワイトと思われる、人物らしき人影なんですけども、これは2021年にインドで撮影されています。ということはですね、どう頑張っても上の動画をですね、右の動画を見て、捏造したということは考えられないわけです。一方、インドのこの動画はですね、それ以後に、撮影された動画ということになりますから、つまりは、もし考えられることとしたらですね、左上のその動画を元にしてですね、捏造された、インチキ動画であるということになるわけです。ところがですね、この2021年に撮られた動画と同じ、特徴を持つ、いわゆるトール・ワイトのですね、事件が UK のシルベリーヒルで起きます。で、それは動画は残っていませんけども、きちんとした形でその証拠といいますか、証言が残っているということですね。これからその、シルベリーヒルのに現れたトール・ワイトの動画を皆さんにご覧いただきますけれども、要するにですね、このシルベリーヒルの動画をですね、間に挟んでですね、2014年あるいは2015年以前に撮られた左上の動画と、そしてインドに現れた動画が、その一致するということですね。で、別の角度から検証していますけれども、今ご覧いただいているのはですね、その UFO なるものがですね、急加速して急上昇して離陸していくところです。で、これはオリジナルの動画ということになりますけれども、このように急速発進といいますかね、人間のテクノロジーを超えたといいますか、考えられない急発進をしているということになります。10分の1スローで皆さんにご覧いただきます。こんなところからですね、あまりにもというようなところからですね、偽物説が一般になったのではないかと思いますけども、しかし、そう判断するのは少し待ってほしいということになります。ボイド・ブッシュマン、a former Lockheed Martin and Texas Instrument engineer who died August 7th at age 78,
2014, describing his encounters with aliens while working at Area 51, has been making the rounds on social media and news sites. Boyd Bushman was a scientist at Deathbed who makes shocking confessions about aliens, UFOs, and anti-gravity technology. Did Boyd Bushman provide evidence of alien contact? He showed in his last interview some photographs of UFOs, and one of them is quite similar to the one which is believed to be a real UFO shot at Area 51. As to the UFO, one of the viewers has commented that it is questioning just yesterday on August the 9th, 2020. It is a comment from a person named Stefan Yaloran, and he writes as follows. The image of the flying saucer in the hangar in this clip, which you are both questioning its legitimacy and claiming is the leaked photos of a real craft at Area 51 in the same clip, is in fact taken from Steven Spielberg's miniseries Taken. However, very ironically, the comment from Mr. Stefan Yaloran, on the contrary, proves that the UFO photo, which has been said to be leaked out, is genuine. ボイド・ブッシュマンは死の直前の死の男証言で、彼がエリア51で知った多くの秘密を写真とともに暴露しました。その中の一つが巨大な UFO です。で、私はその写真を私の動画の中で同時に別のルートからリークアウトしたとされる UFO の写真とともに紹介しましたが、その巨大な UFO について視聴者の一人の方からこんなコメントが届きました。2020年8月9日のことです。ステファン・ヤローランさんという方からのものですが、そこにはこうありました。あなたが動画の中で示している UFO の写真はエリア51からリークしたものだとあなたは言っていますが、その写真は大変怪しいものです。というのも、その写真は2002年に公開されたスティーブン・スピルバーグの映画ザ・テイクンの中に出てくる UFO のものだからです、と。が、大変皮肉なことに、本当に皮肉なことに、ステファン・ヤローランさんからのコメントが、そのリークアウトされたと言われている UFO の写真が本物であることを逆に証明するところとなってしまいました。なお、ボイド・ブッシュマンは2014年8月7日、つまりスティーブン・スピルバーグのテイクンの映画が公開されてから6年後に78歳で亡くなっています。広し林、浜松シティ、ジャパン。左上の写真がですね、ボイド・ブッシュマンが死のとこ証言で、暴露した写真ということになります。ボイド・ブッシュマンは2014年に亡くなっています。で、右下はですね、少なくとも2014年、15年以前にドイツで撮影された動画ということになります。で、この両者を比べてみるとですね、質感がですね、酷似しているのがわかります。と同時にですね、この UFO、両者にはですね、自転車のスポークのようにですね、中心部から外縁部に向かってラインのようなものが見て取れます。同じようにですね、右下のこのドイツで撮られた動画もですね、中心部から側面に向かってですね、側縁部に向かってですね、自転車のスポークのようなものが、見て取れるということですね。このコンセプト、それからその金属的な質感にも注意していただきたいんですけども、左上のそのボイド・ブッシュマンがですね、暴露した写真というのはですね、一般にはこの写真もですね、インチキと判断されています。
あまりにもあまりにもということなんですね。ところが、その質感ということを、まあ、考慮に入れるならばですね、まあ、両者とも偽物なのか、両者とも本物なのかということになってくるわけです。つまり、左のような UFO もあり、ということになれば、右下のような UFO もありということになりますし、右下のような UFO がありということになれば、左上の のような UFO もでありということになるわけです。まあ、この両者を比べてみるとですね、まあ、1たす1イコール100以上のですね、威力を持つ物的証拠ということになるのではないでしょうか。それから、その両者のですね、底部、底部を見ていただきたいんですけども、底部の様子がですね、酷似しているということですね。まあ何か、まあ逆に、着陸ギアそのものは細い棒のようなものですけども、その底部にはですね、丸い、まあその装置のようなものが見て取れるということです。ボイド・プッシュマンの、まあ、から漏れ出たと言われているこの写真もですね、底部に丸いものが見て取れるということですね。つまり、コンセプトが同じということになるわけです。まあ、これを偶然の一致と取るかどうか、あるいは、どちらかがどちらかを、まあ、コピーして真似して、そして、まあ、写真に撮ったか、あるいは動画にしたかということも考えられますけども、左上はですね、ボイド・ブッシュマン、2014年に亡くなっています。で、右下はですね、2014年か15年以前の動画ということになります。というようなことを考え合わせていくとですね、まあ、これもまた右下の動画がですね、本物であるという一つの証拠ということになるのではないでしょうか。ネイガーはボイド・ブッシュマンについて次のように書いています。ボイド・ブッシュマン氏はアメリカロッキード・マーチン社でステルス戦闘機の製造開発に携わってきたシニアサイエンティスト、つまり上級科学者であり、世界的にも有名な航空宇宙科学者である。約40年間にわたり数多くの特許を取得し、航空宇宙産業に多大な功績を残したブッシュマン氏であるが、2014年8月7日に78歳で亡くなった。またブッシュマン氏はエリア51で UFO を研究しているチームに所属していた経歴もあり、その時入手した宇宙人の写真や数々の体験談を暴露し、30本にもわたるインタビューを YouTube に掲載したのだと。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、小型 UFO についてブッシュマン氏が説明している写真です。下から順に上に行きます。そしてパワーアップする前が一番下、順にパワーアップしながら姿を変えていく姿ということになります。そしてパワーアップし航行可能な状態になると、このように、まあ、光り輝くというわけですね。さらにドイツで撮影された動画を見るとですね、その動画、まあその空中にホバリングしているその物体まで撮影されているらしいということなんですね。そしてその物体がですね、まあパワーアップして飛んでいく様がここに見て取れるわけですけども、そのパワーアップしていく時のことなんですけども、まあ、白いもやのようなものに包まれて、そして突然光って去っていくということですね。繰り返して見ていただきますけども、まあ、ボイド・ブッシュマンが言うところのですね、いわゆるパワーアップした状態における UFO の飛び方をですね、そのまま思わせるような飛び方であるということになります。で、以上のことからですね、結論ということになりますが、私、林博士はですね、2014年、あるいは15年以前に撮られたこの UFO はですね、本物であると判断しました。一般には偽物ということになってますけども、時として、時の流れがですね、まあ真実を明らかにしてくれることもある。この UFO もまたその中の一例ということになるのではないでしょうか。